明るい朝。ある公園の噴水のそばに恐竜の像がありました。その横には一本の木が植えられていました。恐竜は朝が嫌いでした。作られた時は人々からの注目を浴びましたが、次第に関心が薄れ、それどころか子供たちからはいたずらされるようになってしまいました。その結果、もともときれいに塗装されていた体には無数の傷や落書きが目立つようになってきてしまいました。そんな痛々しい姿がはっきりと見える昼間、特にその始まりを告げる朝が大嫌いでした。初夏の風に揺れながら木が恐竜に尋ねます。もともと困ったような顔の恐竜くん、ここ20年は悲しげな顔をしているね。恐竜は怒りとも悲しみとも取れる口調で答えます。君は横でずっと見てきただろう。僕がここへ来た時、みんな僕のことをかっこいいとか綺麗とか言いながら見ていたんだ。ところが今はどうだい、ひどいものだ。体は動かせませんでしたが、この体を見てみろと言わんばかりです。恐竜はさらに続けます。野良犬は僕の足元におしっこをかけていくし、鳥だって僕の背中をつついてくる。特にひどいのは人間の子供さ。一番近くで目撃してきた木はうんうんとうなずくように揺れながら話します。確かに人間の子供は容赦ないからな。その顔の傷も20年くらい前に人間の子供にやられたんじゃなかったかい。今度は怒りに満ちた感じで恐竜が答えます。そうとも、あれは嫌な思い出だ。おでことほっぺたに傷がある10歳くらいの男の子が僕の顔を石で削ったんだ。仲間たちとそれは凶悪なエゴで。話すにつれ泣きそうになる恐竜。そんな出来事も思い出してしまうから、全てが見える朝が嫌いだったのです。数日後、公園に一人の男が現れました。手にはペンキの缶を持っています。男は恐竜の前に立つと、おもむろに筆を準備し、慣れた手つきで恐竜に色を塗り始めました。同情した様子で木が尋ねます。なんだなんだ、またいたずらされているのかい。しかも今度は大人に。君はどれだけついてないんだ。恐竜も面食らった様子で話します。知らないよ、全く人間なんて嫌いだよ。作るだけ作ってその後の扱いったらないじゃないか。二人のわーわーと騒ぐ声は当然人々に聞こえることもなく、風にかき消されました。そうこうするうちに男は作業をやめ、帰り支度を始めます。木はこの世に芽を出してから一番驚いた様子で恐竜に話しかけます。やや、や、君、色が、色が。恐竜は嫌気がさしたように聞き返します。そんなに取り乱すほどひどい落書きなのかい。もう僕はどこかに行ってしまいたいよ、行けるものならね。恐竜が言い終わる前に木が話します。違うよ。ここに来た時と全く同じ色になっているんだ。なんて綺麗なんだ。それにかっこいい。昔の君を思い出すよ。その時、一人の女の子が男の足元に駆け寄ってきました。パパ、日曜日なのにお仕事なの？聞かれた男は汗を拭いながら答えます。違うんだ。パパはこの恐竜さんに昔ひどいことをしてしまったから謝りに来たんだ。それと汚れもひどかったから色も塗り直したんだ。女の子は恐竜の足元に駆け寄り、まじまじとその顔を見つめます。
傷跡がある。パパと一緒。女の子の言う通り、男に塗装をし直してもらってもなお恐竜の顔の傷はうっすらと残っていました。そして塗装を終えた男のほっぺたにも同じような古い傷跡が残っていました。男と女の子は手をつないで公園を後にしました。そして夜が来ました。夜風に揺れながら木が訪ねます。あの男、おでこの傷はすっかり消えていたけれど、ほっぺたの傷跡を見たら、あの時の男の子で間違いなさそうだね。昼間の出来事からふわふわした気分の恐竜が答えます。そうだね、またみんな僕を見てくれるかな。その数時間後、恐竜が作られてから一番待ちわびた明るい朝がやってきました。